国立天文台三鷹キャンパスのゴーチェ氏後監視後、監視後監視後館は天体の南中時刻や南中高度を正確に測る一天文学の最も代表的で基本的な観測装置。かつては天体の位置観測に不可欠な観測装置であったが、20世紀末以降は引ッパルコス衛星やガイア衛星などの一天文観測衛星によって、 大気揺らぎの影響を全く受けない、高精度な観測ができるようになったため、21世紀、現在ほとんど使われていない。天体の席位や観測値の緯度を正確に測定するため、望遠鏡の動きが4、5線方向のみに制限されており、目標天体の高度を測定するためのメモリー感と読み取り用の顕微鏡が備えられている。 南北方向の構成は南北に離れた位置に置かれた守護戦票を用いて行われる。国立天文台のゴーチェ死後艦は1903年にフランスのゴーチェ社で製造されたもので1924年にアザブから三鷹に移設されてから本格運用された。1923年の関東大震災の際にアザブの国立天文台にあった観測機器も 大きな被害を受けたが、ゴーチェ死後艦は、三鷹への移設のために、すでに梱包されていたため難を逃れた。1982年に、自動光電子死後艦が設置されて、以降は、第一線を退き、クエーサー等の天体の精密な位置観測のため1992年に、CCD マイクロメータを設置して、再度運用された後、2000年頃に運用を終了した。 ありがとうございます。